皆さんこんにちは、まいまいチャンネルでございます。今日はですね、9月の20日でございます。髪の毛自分で切りました。もう1ヶ月以上髪切ってなかったので、自分で切っちゃいました。そして自分でパーマちょっとかけたいなと思ってるんで、白髪ももう染め時でございます。先月の13日に白髪染めをしてるので、もうね1ヶ月過ぎたのでしなくちゃね。それと今日はあのピアス、かわいいピアスなんですけど、これ小樽のガラスで買った、ピアスなんですけど、ピアスもですね今年の1月か2月ぐらいからしなくなりましたんです。それはまあコロナでピアスもしなくなってきたんですけど、先日ですね孫から誕生日の、プレゼントにピアスをプレゼントしてもらったんですよ。こんなピアスをね。そしたらですね、穴開いてるかどうか分かんないなと思いながら、どうかなと思ってたんですけど、ピアスのこの後ろがですね、なんか太いんですよ、この針みたいなのが。太いので入るかなと思ったら案の定入らなかったんです。まあかろうじて穴は開いてましたけど、ピアスを入れれない感じなんですよ。なのでこれはあのなんか重いピアスをして、あの穴を広げないとと思って、今こういうふうに重いピアスを、この孫からもらったピアスをするために重いピアスをしてます。それからですね、昨日ですね、友達がね国産の、粗挽きウインナーだよって国産だから食べてって言ってこんな大きな袋のウインナーを持ってきてくれました。それなので昨日はですね、あの早速、ウインナーを使って、スープを作って、昨日の夜作ったので今日はあのちょっと残り物になるんですけど、ちょっと紹介したいと思います。スープ作りました。あのですね、中に入ってるのはキャベツ、それからウインナーはもちろんですけど、豆腐、きのこ、ネギぐらいかな。大根。なんかスープに合わない、芋も入れました。こんな感じで、昨日作ったんです。このウインナーで。スープを作りました。でこれ作ってる時にですね、まあ、夫に動画を送ったらですね、この鍋を見て、そんなに食べるのどういうことだいみたいに言われてねえ、食べるわけないですよね。ゆうべも丼でもないですけど、三平皿っていうのかな、こういうお皿なんですけども、昔これ三平汁、三平皿っていうのかな、なんていうかちょっと分かんないけど、このお皿にまあ一杯食べましたねえ。これそして今の残ってるのが、ちょっと残ってるんですよ。もうこれ残ってるのもあと2回ぐらい食べれる感じでね、スープと野菜と、きのこやらがいっぱい入ってるので、すごいね
あの美味しくていいですよそんな感じで、昨日のマイマイでしたもう一本ですね、ダイエットの動画を、紹介したいと思います。それも見てください。さよなら。